宮崎神宮大祭。宮崎神宮の大祭は10月26日に再行され、例祭後最初の土曜日、日曜日に御神公祭が宮崎市内で行われる。特に御神公行列と神賑やか行列からなる。御神公祭は神武様、祭神の神武天皇の意と称され、宮崎県下最大の祭事として親しまれている。御神幸祭は、 五国法上を祝う目的も兼ねる。現在の主催は宮崎神宮御神公祭法3会宮崎商工会議所。御神公祭の観客数は2日間で約15万5千人。主催者発表2008年。英語表記は2008年の場合宮崎シュライングランドフェスティバルイン2008となる。期限は資料が散逸しており定かではないが、 1785年、天明4年の吉田家への長所走行には御神仰祭の記述がある。また、1876年から残る宮崎神宮の日誌にも御神仰祭が行われていた記述があり、主催者側では1876年を宮崎神宮大祭が始まった年としている。当時は宮崎神宮周辺を練り歩くもので現在ほど盛大なものではなかった。 1880年1月4日に、現在の宮崎市中村町の氏子が、東予の義の願いを提出し、旧暦の3月15日から4月9日までの25日に、わたって、中村町にご中連、御輿が滞在することするようになった。この時にご法連、御法連、御輿のことが、大淀川を越えるようになった。1909年にご法連が新調されたのを、 きっかけに、現行のように隊列を組むようになる。規模拡大の背景として、宮崎神宮は、境内整備による住民の意識向上を挙げている。対象から戦前までの、神武様は26日霊祭、27日お旅所後中連、中村、28日お旅所後中連、瀬頭二十29日ご観光と4日間の日程であり、数度の中止、 皇族の宝魚に伴うものを除いて1943年で続けられた。1940年は、紀元2600年、紀元2600年記念行事も参照ということもあり盛大に再興されたものの、選挙区の悪化に伴い1944年には、御子と御が一日に短縮。1945年は霊祭のみ挙行され、御神皇祭は中止となった。 1946年からご神行祭が再開。しかし、新中軍による新党指令や日本国憲法第20条、第89条に掲げられた政教分離の弊害により、新たな問題としてご神行祭の費用、日程、ご旅書の選定が浮上した。戦前は容易であった、公費負担が困難になったためだが、 金銭面については1950年に宮崎商工会議所が主体となった宮崎神宮御神ご新交際法参会が設立され、解決れた。お旅所については1965年から中村、玉数年、瀬戸を、奇数年の各年開催となり、日程も1971年から例祭日が10月26日、ご神交際が例祭後最初の土曜日、日曜日と定められた。 御信仰行,行列に続く神賑やか、行列、2002年までは、今後には1940年から、やぶさめ武者行列、1949年からは、ミスシャンシャン馬が加わるようになり、後には、日向ひょっとこ踊り、人務子供大代行、めさまざまな舞踊、この中には、沖縄の舞踊であるエーサーモアっトが披露されるようになった。1970年代にご信行行列は、 最盛期を迎え、1976年には2日間で約50万人の観客を動員した。この頃のご信仰行列は博多どんたく、長崎くんちと共に九州三大祭りと称されていた。1960年代以降、何でもありのマンネリカや神にぎやか行列が広告的であること、行列が長すぎることがたびたび指摘されるようになるが、 1990年代には、この状況が、深刻化し、ご進行行列の本来意義も失いつつあるようになった。1985年、う天のため一日のみの開催の観客数は28万人で、以前とさほど変わらないが、1990年代以降は、減少の一途をたどり、1994年には29万人、1997年には25万人、 さらに2000年には15万人にまで落ち込んだ。この対策として2003年から3カ年計画で、神武様の改革が実行された。初年度、2003年には、神武様広場を高千穂通り、県道25号に設け、ご信仰行列と神賑やか行列を分離、神賑やか行列に参加していた団体をこちらに参加させた。 さらに2005年には、人務統制を参考に再現した、お清丸が完成し、ご振行行列の静寂度を高めた。改革が終了した2005年の観客数は18万人と2000年の数値は上回ったものの、2008年には15万5000人と、従来の数値に戻っている。掲載していない画像についてはまたは、外部リンクを参照。生徒、生徒形容される。 1909年に、現行のスタイルとなり、100年ほど経った現在も、行列の順番、蒸気画像を、参照は変わらない。ご進行行列の前半に登場。死死前は大人によるものと子供によるものがある。噛まれると病気にならないという言い伝えがある。1909年に新調された。この中に、神武様が乗る。地元の女の子による地ゴ行列。 男地獄も存在する。宮崎競馬場の建設に伴い一度途絶えていた。ヤブサメの習慣が、紀元2600年、1940年を記念して、復活したのを機に行列にも加えられる。衣装は、鎌倉時代当時を再現したもの。実際のヤブサメは4月3日、神武天皇祭に、宮崎神宮境内で行われる。俗と、道と形容される。 かつては御神皇行,行列に混じって参加していたが、数々の批判を受け2003年からは一部が、神武様広場に移動している。神武統制を参考に再現し2005年に登場。御神皇行,行列機関外は、宮崎神宮境内に安置されている。神武子供大鼓と神にぎやか行列の締めを飾る、JC 大鼓がある。宮崎県内各地の祭りを紹介するために開催。 2008年は太平踊り、日南市予備、王炉、木花相撲踊り、宮崎市木花地区、大路、椎葉平家祭り、椎葉村、大路、金踊り、野尻城、袋、日向ひょっとこ踊り、日向市、袋が参加した。ミスシャンシャン馬は神にぎやか行列の目玉とされる、出し物。シャンシャン馬は、宇都神宮へ参拝する、新婚夫婦が乗っていた馬のこと。 1940年10月に宮崎市で開催された日向建国博覧会で、当時の宮崎商工会議所会頭であった岩切翔太郎、後の宮崎交通社長提案によりシャンシャン馬20頭をパレードに出したことが原型となった。1949年に宮崎交通の協賛で開始された。最初の2年は宮崎市内から代表となる花嫁を選出。 1951年から宮崎県内の各市からの代表制となった。1971年と1972年は宮崎交通の社員からの選出となったが、1973年に宮古市開業記念として宮崎市と周辺の町からの代表制となった。ここまでは宮崎交通が全額負担。2000年は公募制となり、2001年からは 共産企業の女子社員がミスシャンシャン馬として選出されるようになった。共産企業は50万円を共産金として出している。ご進行行列改革の一環として2003年に開始。高千穂通り2008年は立花の通りを会場としてご進行行列往路の後に開催される。かつて神賑やか行列に参加していた団体の一部はこちらに登場。通りには 出展が立ち並び、各所に設けられたステージでは、宮崎県内の神楽や和楽、和太鼓の演奏、大道芸などが行われる。礼祭は、本部祭と称され、10月26日の10時から、宮崎神宮内で再行される。ご信仰行列は、大路宮崎神宮ご発連が、礼祭ご最初の土曜日に、袋、お旅初御発連が日曜日、 翌日の13時から再行さる。2003年からは、往路の終了後に、神武様広場が開催される。雨天時は短縮となる。御進行行列の開催日は、10月26日の、例祭後最初の土曜日、日曜日とされていることから、10月26日が、日曜日の場合は一周の間が空くことになる。土曜日の場合は、例祭の直後、または一週間後となる。 参考として開催日の後に該当する年を記載する。資料によって御新交祭が10月下旬の土曜日、日曜日に開催と記載されていることがあるが、上記のように御新交祭の開催が11月にずれ込む年もある。皇族の宝魚や病が1912年、1914年、1927年、1988年、戦乱。 1877年、1945年、宮崎寺院宮の改装、1899年から1906年を理由として御神交際が中止されることがある。往路、袋共に13時出発、15時半頃に到着となる。デパート前交差点付近は14時頃に通過する。往路は宮崎寺院宮を出発、御発連し、県道44号。 立花の通り、国道10号、国道220号を経由。中村、大淀川小旅所の都市はそのまま、直進、県道347号、南宮崎駅停車場線を、南宮崎駅方面へ進みぐう到着。従来は、宮崎交通本社前であったが、本社移転により、宮高市に変更されているとなる。瀬谷トが小旅所の都市は、 宮崎市役所前交差点を左折し朝日通り、県道11号を直進、瀬戸を交差点で右折し、県道341号、宮崎港宮崎停車場線を大与大橋方面へ進み、瀬頭お旅所で到着となる。袋は、その反対となる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。